7月になりましたね。ついに夏休みですよ、奥さん。わっしょいっていうね。まあ、楽しい夏休みを過ごしてほしいとこなんですが、まあ今までね、この活動していく中でいろんな話を聞いてきたりとか、塾講師時代の生徒もそうだったんだけど、夏休みが終わった時にですね、振り返って、ああ、夏休み終わっちゃったよーって言うんだったらまだいい。いいんだけど、やることやってねーとか、その周りと比べてね、焦っちゃう。ああ、もっと頑張ればよかったみたいな。ふうに思う生徒も、まあ、少なくなかったわけです。で、やっぱそうなってほしくないんですよ。ね。充実っていうのは、やることやってるからこそ充実してると思うのよ。楽しいことも楽しくなるわけなので。なので、ぜひそうなるための7月のポイントね、話していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。改めましてどうも、ハイチーです。さあ、夏休みがやってくるわけなんですけども、夏休み入ってから、夏休みどうしようって考えるのはちょっともったいないですよね。だからこそ、夏休みが始まる前に、目標だったり、計画っていうのをぜひ立ててほしいんです。先週の動画でも話しましたが、まあ夏休みの目標だったりとか、まあ7月8月の目標を考えてくださった方もいるかと思うんですけど、まずね、目標っていうのは、キーワードとして、欲張っちゃダメです。目標立てるのってさ、簡単そうですごく難しいのよ。で、難しいっていうのは、英単語何百覚えるぞとか、ワーク何ページやるぞって言うのは簡単だよね。でもさ、それがさ、今のみんなの能力にちゃんと合ってるのって、本当に程よい量で設定できる人ってなかなかいないの。それは、たくさん計画して、失敗して、修正してっていうのをやってきて、自分にフィットする目標が立てられるようになっていくのよ。だから最初はうまくいかないよね。なので最初ってね、まあ、夏休み前ってさ、よっしゃ40日ぐらいあるぜやれるぜって思ってる。テンションも上がってるからさ、結局盛りだくさんね、これわーってやっていくわけよ。でも盛りだくさんにしてみます。実際に最初の3日ぐらい頑張るんだけど、だんだんペースを落ちてくるんだよね。あー無理かも、だるい、もう何やってんだろうこれみたいな。で破綻しちゃって、計画がね破綻しちゃって、やっぱダメじゃんみたいな、自己嫌悪になって終わるみたいなことが起こっちゃうから、まずキーワードとしては、目標のその量に関しては欲張らないっていうのを意識して立ててみてください。例えば英単語で考えてみると、じゃあ夏休みに1000単語、ちょっと多いな、でもいいか、1000単語頑張るぞって思った方がいるとします。でまずさ、6週間ぐらい夏休みってあるんだよね。で6週間だから、まあ7、6、42で42日間ぐらい大体あるんですけど、まあ地域にもよるけどさ、だから俺ね、基本的に7日間1週間あるでしょ。それ2日間は調整日って言って、元々の計画に使わないでっていうの。なぜかっていうと、崩れるから計画は。だから例えば水曜と日曜みたいな、この2日間は元々使えないって想定にして、月火でずれた分を水曜日で調整、木金土でこうね、ずれた分を日曜に修正とか、あとは一回勉強したものも反復しなきゃいけないことも出てくるので、そうやって使っていくの。だから7週間、そうそう、6週間あるんだけど、1週間が5日しか使えないので、実質30にして考えなきゃいけないのよ。計画をね、6530で。1000単語、30日、1日何単語、はい、割れた。で、やった時に、だいたい33単語でしょ？約。1日33単語、できますか？そういうとこまで考えていくの。ちゃんと、よし、これやるぞ！ワーク1冊やるぞとかっていう子いるんだよ。そのワーク何ページありますかって。あ、100ページ。100ページ。30日割ると、1日3ページから4ページだよね。できますかって。他の科目もあるぞって。そこまできっちり、ちゃんと割り算をして考えていく。それを含めた上で、しかも欲張らないって意識をちゃんと入れて、計画を立ててみてください。そうするとね、こんな量しかできないのかって結構少ない量になっちゃう。で、周りはきっと絶対もっとやってるのにって思ったりする。塾行ってる子はとか思ったりするんだよ。確かにめっちゃやってる子もいるさ。いるけども、でも実際人間が一日にできる量ってそこまで多くないの。着実に焦らずに一問一問できることを増やしていく。それがちゃんと40日間続けてできた人が、やっぱり夏休み明けに生まれ変わるというか、本当に違う雰囲気になっていくのよ。だからぜひ先週ね、目標を考えてくださった方も、一回もう一回ね、見つめ直してほしい。
ちゃんとこう多分数字を使ってね掲げた箇所もいると思うので、何ページあったりとか何問ある、何単語あるって、それをちゃんと割り算をする。でさっきの調整日に関しては、自分は1週間に1日だけで調整できそうだから1日でいいって方はもちろんそれでもいいの。だから6636で割り算しちゃったらいいのかな、そういう風に考えるとか、あとはお盆の時期はちょっとねこう実家に帰るって勉強がしにくいって時期の方は、分かってる方は親に聞いた方がいい。そういうのは聞いて何日間使えるのかなと。でここはさ、遊びに行きたいとかもあるわけじゃん。いいんだよ遊んで、やることやってちゃんとエンジョイもするの、ダブルで楽しむ、それはね。そこも含めた上でぜひ計画を立ててください。でそれを含めた上でちゃんと掲げた目標は紙に書く、紙に書いてみんなの目の見えるところ、勉強机とかの前にパンって貼っておいて、そうして自分が夏休みに何をやらなきゃいけないのかっていうのを毎日意識する。それができたらびっくりするぐらい自信がつくから、だからぜひねそうやっていい夏休み、まあ、ね、今回は夏休みの準備をしていってもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回ね、計画とかあと目標の立て方をね偉そうに喋らせてもらったんですけど、実は俺めちゃくちゃ下手くそだったんですよ。そこが特に中学の時なんかね、変にさカッコつけていっぱい掲げちゃったりとか、あと自分に苛立ち、この負のエネルギーが出てる時にもっとやんなきゃダメだよみたいな、なんか意地になっちゃってさ、ブーンって掲げるんだよ。で撃沈すんの、あ無理っつって、で自己嫌悪になるみたいなことが多くてさ、で気づけたのは高校になってからの、ちょっと遅かったんだけど、でも高校生になってだんだんその扱い方が分かれるようになってきた時に、あのね、勉強するのが楽しいというか、自分のペースで走っていくことができるような感じなの。よく受験勉強とかって俺マラソンって話をするんだけど、変にさダッシュする必要ないじゃんマラソンって。やっぱり自分のペースで走り続けなきゃいけないでしょ。でその走り方で走ってても苦しくなる時あるわけじゃん。でそこでどうやって自分を励ますのか、鼓舞するのかっていう術、その術がやっぱり大事で、それを見つけるのがこういった勉強の中の目標とか計画とか、まあ、普段勉強してる時もそこでどうやって向き合うかっていうのが大事なんだと思ってるのね。でこれって今回は勉強の話で、まあ、みんなには伝えてはいるんだけども、日常生活だったりとか仕事をするようになってからっていうのもすごく大事、すごく役に立つ、と思ってるの。だからこそ、まあ、自分と向き合うっていうのは簡単なことではないし、苦しかったり痛みを伴うこともあるんだけども、ぜひこの夏休みっていう、まだ気持ちと時間にゆとりがあるこの時期だからこそ向き合ってほしい。向き合って損はさせないから、絶対損はさせない。なのでぜひ自分と向き合って自分の機嫌の取り方っていうのを探してください。で自分にフィットしたこうペース、走るペースを見つけてもらえたらと思ってます。みんなならできるから、ね、俺でできたんだから大丈夫ね。お互いね今月も頑張っていきましょう。はい、ということでここまでねお付き合いいただきありがとうございました。で来週はですね、ちょっと今から撮ろうと思って伝えることがあって、大事な動画を、来週大事な動画とか大事な話を、ここで話をしていきます。ただちょっといろんな大人の方にチェックが入る動画なので、もしかしたらあれ普通の動画になってるってなってるかもしれないんだけど、もしよかったらですね、もしよかったらっていうか普段見てくれてる方は来週の動画はちょっと見ていただけると嬉しいです。と私の新しい取り組みというか、自分のこれからのことを少し話をしますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ではまた来週の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。7月も、にゃ、頑張ろうな。